い、いつもご利用誠にありがとうございます。はい、こちらはね、オールインワンになりますかね。はい、まあつなぎのような形状になってますね。はい、女性ものです。はい、シミの着箇所ですね。はい、あまり目立たないですけれどもね、結構全体ね、小さいシミがあるんですけれども、大きいところはこういう感じですね。はい、あとちょっと、こちらが右後ろ側ですね。後ろ側の右側のちょうど肩付近ですね。はい、こちらにも、シミがございます。はい、あとそうですね、こちらは前にあるかな。はい、前ですけれども、はい、点々とこのような感じで付着があります。はい、このようなシミがね、結構何箇所かありまして、小さいだけにね、まあ、探すのが大変なんですけれどもね、はい、まあ、全体的にと言っていいぐらい、まあ、全体的まではいかないですかね。ただまあ数としてはかなりありますかね。こっちにもあったかな、確か。はい、ちょうどあの後ろですね、後ろの腰のあたり、こちらが、はい、ここにもございます。はい、ちょっとやや上ですね。はい、このような感じの付着でございます。はい、素材の方を見ていきますが、はい、素材の方ですね。はい、リオセル 75%、 麻 25% の、混合のシミになります。はい、そうですね、リオセル、そうです、まあ、レーヨンに近い、素材になりますけれどもね、まあ、ただレーヨンよりはまだ扱いやすいです。はい、それではまあ進めていきますけれども、はい、こちらですね、まずちょっとね、擦れて白っぽくなりやすい、素材ですのでね、ちょっと気をつけてやらなきゃダメなんですけれども、はい、少し変色してますかね。はい、これ続けてますね。はい、そうしましたら、この肩の大きなシミ、ちょっとやってみましょうか。はい、先ほどのシミとは少し、着物が異なるような、色相をしてますけどね。なんかワインのようにも見えなくないですけれどもね。あ、少し反応しますんでね、もしかしたらワインのような、あ、ちょっとね、お客様にお聞きしてないんで、ね、何が付着したかはわからないんですけれども、まあ、ワインのような感じがしますね。まあ、ワインもね、付着するとこの染色を犯す場合がありますので、ね、
まあ、幸いそのような感じは今見受けられないですけれどもね。少し発色している感じです。ですので、まあ、おそらく間違いないかと思いますけれどもね。はい、ビフォーでアフターになりますね。はい、除去できますのでね。はい、ありがとうございます。はい、オールインワンシミ抜きが完了しております。はい、順番に見ていきます。はい、こちらですね。はい、ちょうどポケットのこの辺りですね、ベルト通しが通っていますけれども、はい、この辺りに、少し目立つシミがございましたが、はい、除去できております。はい、あとね、細かいものを含めて、お品の至るところにね、まあ、ワインと思われるシミですね。はい、付着がございました。はい、そちらもちょっと順番に見ていきますけれども、はい、右側のちょうど肩付近ですね、この辺りだったと思います。はい、この辺りにね、はい、まあ、ワインと思われるシミが付着していたんですけれどもね。はい、除去させていただきました。はい、あと今日この後ろのね、ベルトが通っている、はい、やや上ですね。はい、この辺りにも点々点々と、まあ、付着した状態が見られましたけれどもね。はい、こちらにつきましても除去させていただきました。はい、主だったところはまあこのようなところですけれども、はい、あとまあ全体的なね、まあ付着になりますけれども、はい、もうどこにあったかわからないですね。はい、きれいに除去させていただいております。はい、ご利用いただき誠にありがとうございます。